それでは始めさせていただきたいと思います。今日は本当にお暑い中ご参加いただきまして誠にありがとうございました。これからですね、今日はオーシャニアクルーズ、私T&T の、北川龍という名前でいろいろこうガイドブックなどを書いている時にはペンネームを使っておりますけれども、本名は滝本と申しますので、今日はその本名の方で、やらせていただきたいと思います。ここはね、いかんと書いてありますけど、で今9月に入りましたけども、タイトルは人生の、ね、1年をオーシャニアで過ごしてということなんですけども、で前半は私滝本、それから後半が吉原さんの方から、吉原さんの方からまた別の形での説明をさせていただきたいと思います。で私は主にですね、後にありますように人生の1年をオーシャニアで過ごしてということで、今年も、約3年間運行停止になってましたんでね、それが再開しまして、5月、6月、7月と、5、6、7、そうですね、3本また乗ってまいりまして、延べの日数が365日を超えまして、で実際オーシャニアクルーズの販売が始まりましたのが2008年から始めたんですので、そのうちの3年間が、動かなかったということもありますね。実際12年間の中の1年をこの船で過ごしているということになるんですけど、40航路以上数えましたら乗ってました。そして、主に日本人スタッフ、乗船航路 その日本人スタッフとして乗ることが多かったので、延べ1200名様以上ね、本日も何度かご一緒、していただいた方もいらっしゃいますけど、延べ1200名様以上の方と、オーシャニアを一緒に、楽しんで、楽しませていただいて、私もね、ということでございまして、そんな経験を踏まえた話を主に私の方はさせていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。まずですねその早速新造船が今年デビューしましたので、その動画を、撮ってまいりました。たくさん撮ってきたんですけど、かいつまんでこの4項目ね、皆さんに見ていただきますけども、まずは命名式という、あまりこの命名式って、一般の方は見る機会ないと思うんですけど、今回は、バレッタと言いますと、マルタですね、マルタのバレッタという港で行われました模様を少し、それから新しい客室でベランダ付きとペントハウスを両方をざっと見ていただいて、最後に、新しいレストラン、特別レストランが、通常大クラスという船ですとね、4箇所あるんですけど、そのうちの1つが新しいのができました、エンバー、これをちょっと見ていただく、大体3分ほどですので、皆さんの頭をイメージをちょっとだけこうオーシャニアに、つけてからというふうに考えています。ではご覧ください。これ野外ステージなんですよね。すごいお金かけたね、大きなステージでした。でこの人がレバーを引きますと、これが割れて、今回バスで割れましたね、割れない時もあるんですけど、割れましてデビューになったと。20周年と、10年ぶりの新造船、それは会社の20周年ということで、ね、かなり盛り上がってました。ではまず、ベランダ付きからご覧いただきます。27平米というのはベランダ付きにしてはちょっと広い方かではないかなと思っておりますが、とても機能的に、もともとも機能的にできてたんですけど、さらに機能的になって、おしゃれになってましてね、電源はもう USB が、枕元とこのデスクは両方ついてまして、ね、チビタベッキアの港ですね、これローマで。引き続きまして、ミニバーのドリンクは全て、無料になってますね。ベランダ付きですので、これが収納です。そしてですね、これ女性に喜ばれると思うんですけども、かなり収納がたくさんありまして、鏡もこんな、なんか女優ミラーっていう呼び方があるそうで、私は知らなかったですけど、アメニティぐらい。ただですね、バスタブがほとんどシャワー付きに変わってます。ただ広いので、これね、シャワーも4種類選べるようになってましたので、一つ一つ試して撮ってきましたけど、これだったらバスタブなくてもいいんじゃないかなって私は感じました。全室ベランダ付きになりましたね。こちらはペントハウスです。足元の部分が少しこう広くなってるんですけどね、
ペントハウスはバトラーサービスがついています。バトラーはいいという方といらないという方で多分2つに分かれてしまうんです。で、収納はこの通路の 両側についています。それから顔を洗うシンクも2つついています。で、このシャワールームはベランダ付きに比べてまださらに広かったですね。肘がよくね、こういうのがぶつかることがあるんですが、そんなところ一切ない大きなサイズでした。新しいレストラン、エンバーもちょっとご覧ください。で、メインダイニングですね。ここからエンバーです。エンバーはですね、テーマは、古き良きアメリカの料理という、感じで、まあ、ステーキがもちろん中心になるんですけども、あとハンバーガーなんかもね、ハンバーガーをメインディッシュとして出してみましたね。ちょっとこれ私ウェルダンが好きなのでかなり焼けてます。超ウェルダンにしてくださいっていつも僕は言うんですけど、でこの調理してるところがそのお客様のところからも自由に入ってきて見ていいよというそういう作りになってます。エンバー、残り火という意味で途中にここで炎が出てるところ、ざっとではございますけど、ビスターをご覧いただきました。もうすでにね、ご乗船いただいている方が、何組かいらっしゃいまして、昨日東京でやったんですけどね、乗ってきましたよって話もしていただきましたが、で今日はですね、私はこんな目次でお話をいたします。オーシャニアの誕生秘話、なかなか面白いですよ、この誕生秘話、それからオーシャニアが挑戦してきたことですね、それと、フェアな料金システム、プライスレスな心地よさ、この辺が私がですね、1年を過ごして感じたところ、正直なところをお話ししております。それと後半、ここからしてはですね、新しい、私たち2社での、共同企画の日本人スタッフ挑戦航路の新しいサービスの発表、それと新しい特典の10月以降に、10月以降の航路に適用されますシンプリーマー特典、これを使いまして、どのような形でサービスを提供するかという話を最後にいたします。2024年も以下の6航路で実施いたします。ぜひ各航路の動画解説をご覧ください。皆様と洋上でお会いできますこと楽しみにしております。北川龍でした。